はい、皆さんこんにちは、安藤の町田です。今日は7月30日土曜日。昨日おとといと大阪のユニバーサルスタジオジャパンというところに行ってきました。家族で初めて行ってきたんですけどただ暑かった。遊園地なのあれは。そうちょっとね、なんかリピーターみたいな、常連みたいな、よく知ってるような人たちばっかだったような気がする。そう、僕たちが初めてだったからそう見えたのか、初めて来たっていう感じの人はあんまりいない感じの。本人は初めてみたいな人だよ。おった。まあすごいわ。なんか目的がわからんっていうか、アトラクションだけど、それアトラクション終わってお土産売り場みたいな、どこもそうやったね。でまあ一昨年か知らん、最近できた任天堂関連のそういうところがあるから行く、行きたいっていうことやったよね。まあすごい人気で90分待ちとか、一つのアトラクションが。まあ一昨日か先日動画、短い動画上げたんですけど、あんな感じで遊園地内の BGM もすごいので、僕の BGM で抑えて、音がね動画に入らんように。まあ短い動画でね、えもっと前に動画をお休みしますっていう動画撮ったんですけど、結局僕は毎日更新する、毎日動画を上げるっていうことをやりたいので、やっぱりちょっと短い動画を、でね、骨董の話、やっぱり自分のプロとしてのまあ陶芸古美術の話がなかなかね専門用語多くて、できちっと伝えたいという思いから、字幕テロップをしっかり入れようと。もう家庭菜園でも、この園芸の話でもやっぱちゃんと入れてるんですけど、自動で読み取るアプリみたいなやつあるよね。それがこう何、言葉を認識できない。英一郎さんと僕の会話やったら全然わかるんやけど、なんか機械がね全然言葉にしてくれ僕みたいにゆっくり喋る人は結構安頓のマジタですって言っても、だいたい漢字の安頓でマジタって言っても町田さんになるよね。町田。それかたまに最近ね、ひらがなのマジタですって出るようになった。あ、そうだね、頭いいんやって、覚えてくれる。でね、なかなか骨董の動画がね時間かかる。本当にこの動画やったら多分、字幕作るのに1時間2時間で余裕でできる。英二郎さんとの5分の会話が多分5時間かかると思う。5時間ってことはないかな。まあ、字幕つけたらとんでもない時間かかる。え？英二郎さんの話を英語の字幕をつけたらさらに。それは一瞬でできる。あ、そうなの？アラビア語でも何でも。あら、そうなの？世界のボタン一つポチポチポチ。そうなの？それはいい。だから。言葉の言葉にのこのにをあ、これをねキーボードとマウスで変えるっていう、そういう作業はね、手作業、アナログな、これが時間かかる。ただまあ英語にするっていうだけでも、もうページはいくらでも Google 翻訳使うこともあるし、
あのタイトルとか説明文とか、うん、何やっとるやろうっていうぐらい手間はかかるよ、うんうん、全部僕一人でやっとるでね。ということでね、うん、休みますって言いながらももう2日間岐阜を空けたので、もうやること多すぎ、本当に仕事も詰まっちゃって、うん、明日ルアー作り教室やけど、うん、僕多分本当ちょっと3階でずっとおるで、うんうん、一応保護者同伴っていう形と、はい、一応スタッフとしてヘルプをして、はいはい、武藤さんの、はい、はい、そんな感じの、なんだろう、近況報告かこれ、そう、ね、はい、ちょっとバテんようにしなあかん、はい、じゃあ次家庭菜園動画、はい、はい、ありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ありがとうございました。